あのレインボーアートがパワーアップして帰ってきました。27歳だ。まさか27歳を無事迎えられるとは。おい、それは俺の体を見て言ってんな、アキさんは。まあ実際足がやばいけどね、今お前は。あ、匂いの方で。ああ、違う。それもあるけど。そんなの。そしてプレゼントを買いました。ファンケルなんだ。いや、すいません、適当にそこに置いてあった袋です。これはね、私が友人からもらったタンプレの一つで、袋がファンケルだから、あ、大丈夫かな、女物なら大丈夫って気使われたんだけど、ああ、いや絶対ネタになる、いや大丈夫、そのままもらいます、ありがとうございますっつって、はい、よく使ってくれた。そういうこと。ピリキュアが入ってました。はい、でかかったです。ブラシの大きさはこれぐらいです。ケーキを食べます。はい、買ってきました。はい、どうぞ。おお、はい、どうぞ。おお、なんでお前が消えねえんだよ。ショートケーキ、普通のメロンショートケーキ、シャインマスカットショートケーキとチョコケーキです。おお、すごいね。ショートケーキが好きかどうか分かんなくてさ、連絡したじゃん。あ、好きなのね。俺ショートケーキの方が好きよ。昔さ、俺らガキン頃にさ、はい、ケーキをさ2つ買ってもらってたじゃん。必ずショートケーキがあったのは俺の枠だったから。あ、そうなの。チョコとショートケーキとタルトみたいな感じで、必ず俺の時はショートケーキあったから。俺ショートケーキあんま好きじゃないから、あれつまんないよと思ってた。てめえ、あのイチゴが美味しいんじゃん。あ、そうなの。これない。そう、引っ張るじゃん。マジで指入らないんだけどね。ちょっと小さすぎて。おお、親指がショートケーキまんまだよ。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。1年後は何キロメートルになってるかな。おい、俺何キロメートルまでいいかな。ちょっとわかんねえな。何が。俺 42.195 キロメートルだからな、今。ちょっとな、さあ。赤道超えちゃうって。赤道を抱き枕。塊魂いけ。その前乾杯しようぜ。あ、オッケー。見てくれよ、それがなんてわざわざ用意してくれた。そうだ、ちょっと健康を気遣って、ノンアルかつね、片方オールフリーっていうね。どっちもノンアル。アラサーですから。そう、あ、もうアラサーの息に達してますわ。こいつも明日仕事だから。そう、ふざけんな。ありがとうね。はい、乾杯。乾杯。乾杯。よし。やっぱ茶に限るな。やっぱ茶がうめえ。ほうじ茶。俺麦茶。ノンアルすら飲まねえ。ノンアル飲もうかって話になったんだけど。そう。別でケンタッキーを買ってあるのよ、今日、うん、家族で食べるようにね。その時に食べた方がよくねっていうことで、これは打ち合わせした。来週ガチ恋食べにじゃねえと彼氏ができそうです。どうしましょう。その格好。何これ。今のは消え抜きたい。ガチ恋にすら裏切られるってもん。裏切られたわけじゃないよ。あ、向こうが幸せをつかもうとしてるだけだからさ、ちょっといい感じに解釈しないと俺が投げてきちゃうから。今の写真マジ欲しい。カップエッドの出来腹みたいになってる。やばい、もうガキだったらよ、このクリームをベローンっていくんだけど、俺大人だからさ、ちょっと節度を保った。ああ、このフォークで綺麗にいくという。ああ、はい、どうぞ。これあなたの僕です。あ、何が悲しくてこんなことしてんだろう。おめえにはあーしてもらってんだろう、彼女にな。全自動あーん機作ってあげよう。何が虚しくてそれで食事するんだ。いただきます。いただきます。まずは食べましょう。どうだい。やっぱうまいな。うまいね、これ。デブの幸せそうな顔はなんでそんな幸せそうなんだ。俺がやる5倍ぐらい幸せそうだもんな。うまい。幸せって厚みからくるんだよ。名言っぽく言うな。抱負とかありますか、私の27歳の抱負。なあ、あいちごめっちゃうまい。の今の流れたら抱負が自分めっちゃうまいになるんだけど。まあ今年こそ痩せるというね。年末にもちょっと言った抱負を今日も語らせてもらおうかなと思います。まあ、あの今現在ここら辺下はね全部カットかモザイクかかってるんですけども、はい、レディにしとくわ。
失礼失礼、範囲間違えておりました。キロメートルじゃなくヘクタールですね。面積になった。もうエイプリルフール終わりましたよ。俺は終わってねえ、まだエイプリルフールじゃ。俺ガキ頃がまだエイプリルフール続いてんじゃん。俺このデブは全部嘘なんだな。このケーキも嘘なんだよ。だから実食べても実質ゼロキロカロリーだからな。実はこいつあのグリーンのスーツ着てんだよ。グリーンのタイツ着てて、そうグリーンバッグになってて、そうデブをはめ込んであるんだ。ほら脱げよ。すごいだろ、これも映像効果なんだぜ。サチュアです、先輩。ヒロエさんの最近ね、顎ひげ渋くて大好き侍なので、これからもぐんぐん伸ばしてほしい所存です。わかったわかった、ダンブルドアを目指します。ありがとうございます。顎ひげで縄跳びできるまで頑張ります。ありがとうございます。編んでやるよ。三つ編み。そう。正直言うとね、あの一番長いところでちょっと三つ編み軽くできるもん今。そう。子供たちのところでほら顎ひげ掴んでみろ。ぶら下がれるぞ。翔平くん誕生日なら気づいて急ぎでケーキ作った。まず材料は生クリーム10回分ドン。市役所を生クリームで固めました。市役所。市役所ケーキーってゴリゴリゴリ。あーこのコンクリートがうめえんだっつって、チョコみたいな鉄筋コンクリートがうめえんだ。鉄分たっぷりポリフェノール。何言ったの。誕生日プレゼントでね、もらったものがありまして、イエーイイエーイ、バックゴー。おーちょっと誕生日前に私がね、ちょっと押して欲しかった。じゃじゃーん。誰だよ。スクロース。まああと、まあ自分で買ったものといえばこれだけど、自動爪切り。爪切りを切ってる時の音がめっちゃ虫みたいに聞こえてさ。あ、虫か。それ一回さ、あの俺も寝るねっつってさ、あのベッドに入った時にガラガラ、虫がいる、虫だ、どこが虫っつって、え、何こいつ言ってんだと思って。爪切りしてる音だった。誕生日こんなもんか。タンプレはなんと俺からも、ない。うんだよな、知ってる。そんなの用意する時間なかった。あ、大丈夫、お前に期待してないというわけではないけど、まあそう知ってる。まあ、あの肉切りすぎた。しまったから無理。ちょっと切って。なんで。写真撮影の時にやってくれよ。ちょっと。シャインマスカット食べてみて。これなんか珍しいよな。うん、ね、シャインマスカット。そのまま多分手でいった方がいいんじゃないか。はぁ、もう立ち上手い時のやつだ。おぉ。なんかすごい音したぜ今。うん、シャンタンプリ買う時間めっちゃあったわ。あったんかよ。あった。今思えば昨日日中普通にデートしてたんだよな。まあそれはいいや。そのデートした場所が普通にショッピングセンターだったから、うん、顔飛べば買えたわ。そこで買ってきたものがあるんですよ。んー、ほんの、みんな、あるってよ。見てめっちゃ可愛いでしょ。めっちゃ可愛い、なにこれ。いいでしょこれ。なにこれ。マイクラのゴミ箱。ほら。クリーパーゴミ箱。ゴミ箱入れたら爆発するよ。俺の部屋にゴミ箱なかったからさ。そうだね。そう。で、わしの忘れるか。お前の買い物ではない。まあまあ。ちょっとあると思った。うん、ちょっと思った。言うてでもさ、俺、何やけ、ひろゆきも誕生日だけど、何も渡してないから別にいいんだけどね。ええ、なんならケーキは自分で用意した。次の実写動画いつですかって言ってたけど、撮影はもうソロですね。弟のアメフトの支援を取りに行く予定なんで、はい、そこで動画を回す予定です。ただあのその日にすごいなんかビッグイベントじゃないけどさ、あるらしくて、駐車場があるかないかちょっと不安らしい。歩いて行くかと思っていたのか。え、こうしたら専用駐車場に荷物持ちとして行くんで。おー、まあ医療用のチケットを用意していなきゃ君は不法侵入だから。動画にするとき、なお試合結果はなるやつだよ。
テロップで済ませるぞと思っていたのか。チケットは事前に確保している。ただ朝出発は確かだ。久々はサイレントヒルであのシリーズもの作ってるけどさ、動画主演の破壊力おかしいもんな。昨日カフェでさ編集しててね、カフェはすごい作業はかどるのよ、ね、でもさこいつおかしいからさ基本的に配信中笑っちゃいそうなんだよねええこんな顔しながらもうそれだけだよな、ちょっと難点は俺そんなおかしいこと言ってたっけ。お前はおもろいな。唯一あの今サイレントヒルで記憶あるの枝島しかないぞ。ヘルメット HDR そんな配信はねえんだよよく笑わずにカフェ練習できるな。いやもうそこ飛ばすからねだからさ何回見返してもさ、うん、あこう我慢できないわと思って後回しにして、で最後一人で編集できるときにそこをやるんだけど、うん、そんな感じ。やばいな、枝島平八ヒルは大変だったな、確かに絶対に笑ってはいけない。今までの翔平で一本の動画できそうあるよ。一本どころじゃないでしょ俺もいまだにね、あの、うん、カップヘッドで翔平がさ張本選手のモノマネしてるやつ あれで俺いつも笑うからねねえねえチョーレイが勝ったぞ。チョー誰チョーチョーレイ。悪意とかなんもなくネタでやってるだけなんだけど、面白くなるかなと思ってやってるだけなんだけど、あれ悪意あるよ最近パリパラリンピックじゃねえ、パリオリンピックで頑張ってたからね最近なぜ大体心がないかって、顎が痛い痛いなんです。顎が痛い痛いだって。顎じゃねえや。顎が痛い痛いだって貴様。かかとです。かかとが痛い痛いじゃん、おい。お前ら顎とかかとはもう一緒なんだよ。かかとひげ生えてる。なんだそれ。かかと毛。かかと毛が。なんでこくっつくんだよ。そのパワームーブやめろわそういうとこなんだよ、俺が編集できなくなるのはそれもだよ別にできないことはないけども、うん、アメフトの支障が出るんでちょっとダイエット今控えています、はい、ただジムには行っているという、ね、適度にジムにはしているという。次のね、あのアメフト俺オフェンスだけじゃなくて多分ディフェンスも出るんですよ。おそうで、ディフェンス練習もしてるんで、いえずっと右かかとだけだったけど、左かかとも痛くなってきました。いやー、負担が半端ねえからよ。笑うな、笑うな、俺の滑舌がクソだって言うの、笑うな。おすぐってる今足じゃないですか、まあ、どこもよくねえよ。まあね、おすぐっとも俺もあんまりよくない。落ち着け、落ち着け、喋ると変が出る。あ、ショックじゃないですか。スイッチが落ち着け、身が出る。フルジェンレイさん、子供の頃の思い出ありますか。ない。ない。早いな。早すぎないね。あるだろうな、いくつかは。ない。なんでないの君、記憶、お前、ひろゆきじゃねえな。いえ、あれ。お前、クローンだな。クローンか、そこら辺にいる猿とどっちかだぞ。猿。ちょっと進化した猿だぞ。どっちだ。バナナ落とせばわかるか、つって。ちょっとやめて、ついていけないから。やめろ。いや、おお、助けて。誰だ。誰か助けて。誰か助けて。ついていけない。やめてくれ。ひろゆきとさ、話した時にさ、誕生日プレゼントどうするみたいな話あったじゃん。今現状ほっとくの欲しいものないっていうので、結局買わなかったね。そう、一つだけ買いたいもあった。空気清浄機。え、不思議な思うだろ。なんで。わかんないの。わかんないけどね、とある時ね、ゲームをしてる時にクッスってなって今の言葉でどっから匂いが走ってるか分かるよね。そう、空気清浄機を足元に置きたいというね結構立ち仕事をたくさんやった日だったんだ。そう、常にそんな臭いわけじゃないぞ、ただ足元に置きたくなったね、その時は。そう、小型のね、1万円ぐらいのね、そう、空気清浄機があったんだ。アイリスオーヤマから出るやつがあったね。逃げ出しちまうよ足入るよ、こんなのっていいんですか。空気清浄機もこんなの意思持っとるよこいつ空気清浄機の空気のファンがブーン楽
本目です。ロイスクッキング家次郎する回はまだですか？まだです、まだです。あ、でも次やるとしたら以前言ったで、イタリアンビー、うまそうなバーガーを作りたいらしいんで、サンドイッチだ、サンドイッチですね。多分それをやるつもりですね。いつかタコスパーティー、おいめっちゃいいじゃねえかよやば、おいタコ持ってく、俺酢持ってくるわっつってタコと酢それ酢だこってんやスダックパーティーだちょっとそうバチャバチャやるからシャンパンのように、俺クラーケン連れてくるわじゃあ俺トライデントっつってポセイドン来ちゃうアクアメンデグデンデンデグデンデンデグデンやめたぜクラーケンゴードーンデデ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 って何があんだか分かんねえ俺はついていけてるぞ今編集できるもんねね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 ねおい、一緒にホイッスルすんな37歳の目標何かありますか？37歳かまあそうだな、あと10年はちゃんと生きることかなそしたら37歳になるからさ、まああと10年ちゃんと生きて、で、アメフトもちゃんと続けれるように体重管理もしっかりとして、そう、そうしたら37歳まで生きれるから、まあそうだね。で、まあその時には多分もう彼女や子供も、彼女というかもう子供いるでしょうね。まあそんな未来はあの 1% ぐらいしか見えないんですけども、そしたらね、子供に教えるんですよ、絶対に太るなって。そう絶対に太るな余談ですが、ケネミ一気見で来てバイオザード4とビレッジ買っちまったじゃねえか。いえ、今から初見で楽しめるの、やっぱめっちゃいいじゃん、羨ましい。俺ら初見の頃に戻りてえよ。もう初見に戻ったらよ、俺最初の村人で泣いてさあ、そうだ、やだかいっつってそこまで遡るのひろきと俺と、ね、友達2人ぐらいいたじゃん。それで一つのさ、ブラウン管のテレビでさ、みんなやってるけど俺が怖いってパパが入ってきて、そう、よし、泣いてるからやめなさいっつってそうだったっけ。そうだよみんな外で遊びって俺一人でなんかゲームやってたけど、あ、そうだったっけ、ゲームボードバスかなんかで。そう、あ、でも今年の抱負ちゃんと決めようか、痩せるじゃなくて、あ、今年が27歳の抱負か。あ、今年はもう終わっちゃうからね。今年はそうだね、今から今年の抱負やべえな。なんだろうな、ちょっと鼻かんでいい？マイペースすぎてびっくりしたんだけどないないないですね。あ、一個できた。あ、なんだ、バイク撮影をする俺も。あ、すんの？うん、むしろまあでも暑い時期とかできねえから、そう、涼しい、痩せるとかいいんじゃない5キロ10キロダメだ、怪物になってるなまあバイク動画は別にしたかったんで、機会があったらやりましょう。よし、デッドリフト200とかいいんじゃない。うわぁ、現実にあるー、そっちの方がいいや。言ってる人200はおかしいけどな。200やべえ、150ぐらいかな。筋トレを頑張る。あ、はい。あ、いいんじゃない。いいんじゃない。あ、2つになっちゃった。まあいいや、2つでいいや、頑張ろう。イェーイ。イェーイ。キラシュさん頑張っていいんだ。あー、ありがとう、ありがとう夢中猫になるのやめろ。シャコさん、今後お誕生日と全部、ついでにもう1歳いかがですか？おかえり。同い年になったあれあれ、そしたら18歳の時によ、30後半の人にタメかって言われたんだよ。居酒屋にいる30代後半の女性から俺と私タメかと思ったっつって18っすっつって若かりし頃のザロックやんあまりにも大人すぎて高校生とは思われなかったみたいな。あ、じゃあおめでとうございます、素晴らしい1年になりますよね。今年こそ翔平さんがら彼女ができた報告が聞けるの楽しみにしていますよ。美味しそうなご飯終わります。この後普通に家族とご飯を食べるんで、はい、ケンタッキー食います。
では皆様ご視聴いただきありがとうございました。この配信が面白いと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。無事27歳を迎えました。またちゃんと目標をね立てたのでそれを頑張っていこうと思います。では皆様お手を拝借、また次回お会いしましょう。ごちそうさまでした。毎年言ってます、痩せます。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。もしこの兄弟を気に入っていただけましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。その他の動画もチェックしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ずっとそれ